異なり、アルト西部やソプラノ西部に女性を置かず、声変わり前の少年を利用したものを言う。テノールやバリトン、バスなどの低い生域は、成人男性が担当することもあれば、声変わりを得て、生域の安定した、青年男子が担当することもある。また、中にはこれらの生域を全く置かない団体もある。現代では、とりわけ旧社会主義国において、 特に世俗の合唱曲を歌うために育成された少年合唱団も少なくないがヨーロッパにおいてはそのような団体でも歴史を遡っていくと宮廷礼拝堂に源流を持つことがある。また現在でもヨーロッパ大陸やイギリス諸島のカトリック教会、ドイツのプロテスタント教会では古い歴史的伝統を持つ聖火隊が同時に訓練された 少年合唱団となっていることがしばしばである。少年合唱団は非常に長い伝統を遡ることができる。中世、ルネサンスの聖火隊や礼拝堂がその根源である。とりわけ教会においては一部は19世紀になるまで女性が歌うことが許されなかったため少年たちが音楽活動を引き受けてきた。それゆえ今日の少年合唱団も伝統的に 天霊音楽や教会での演奏と深く結びついている。無論、混声合唱の台頭によっても少年合唱は拡築されなかった。20世紀において、特に戦後に数多くの少年合唱団が創設された。それらはもはや天霊の執行のために育成することが欠かせないというわけではないため、音楽教育のうちに賢明な良か利用法を生み出すための基礎となっている。 欧米に比べ日本における少年合唱の歴史は浅い。男子単独による歌手活動や混成の児童合唱団に男子が所属する例は戦前からあるものの男子のみの合唱団が目立った活動を行うようになったのは戦後からである。小学校の部活動を起点とする上、高田少年合唱団が男子のみの合唱団として活動を開始し、 評価を得たのは1950年。設立当初から男子のみで構成された合唱団では、東京少年合唱隊の誕生が1951年で、ある。その後、1950年代後半から1960年代に、かけて、ちょい、少年合唱ブームが起こったことにより、ウィーン少年合唱団など、海外の少年合唱団の来日公演が相次ぎ、 その演奏に感銘を受けた指導者によって、西六号少年合唱団や桃太郎少年、合唱団など合唱団が数多く生まれた。しかし、ブーム収束後も続いた合唱団はわずかで、多くは団員不足により、混成へ転換するか解散している。現在、男子のみによって構成される少年合唱団はわずかにしか存在しない。団体名に少年合唱を冠する。 合唱団は数多く存在するが、大半が未成年者という意味での少年であり、性別を問わず入団でき、団員の男女比は女子に偏りがちである。少年合唱は、ウィーン少年合唱団のように、主要制部がソプラノやアルトのみに限られていることもあれば、皇帝すべての音域にメンバーが配置されることもある。しばしば少年は、編成期を経て男性の恋になる。 必要のある場合には、その声を鍛え上げなければならない。礼拝における、出演のように伝統的な典礼の責務の反面、演奏会は、少年合唱団にとって、世俗的に課せられた任務に属していると言える。非常に音楽的、芸術的な場面の一部として、それらは、今日特殊な地位を占めている。年齢に基づいて、少年歌手は、芸術家としての成熟の、 早期段階にあると考えられる。その意味において芸術家を育成する可能性はいくつかの観点から制限が加えられている。その一方で、いたいけな、純粋で、澄み切った声からなるがゆえに好まれる合唱の響きは、比べ物のないほど格別な魅力をさらけ出している。だが、少年合唱の意味は、その音楽的な役割に留まってはいない。 このような合唱団のメンバーにとって音楽教育や共同の演奏活動は様々な専門的能力の要求を見くびることにはならないからである。今日少年合唱団が直面する大問題は変世紀の経過である。19世紀になるまで若者は17歳までソプラノやアルトで歌うことができたのに対して今日では12から13歳までに限界が来てしまう。 その結果、一人の声変わりに合わせて、歌手の配役に支障をきたしたり、歌手として長年にわたって熟練し、存分に訓練された児童を失うことになる。なるほど。その間の声変わりの限界の変化に、歯止めがかかったかに見えるが、とりわけこのような見方からすると、少年合唱の未来が、どのようなものになるかは、確信が持てない。男子、 女子混合に移行した合唱団解散した合唱団。ありがとうございます。